だった状況を はい、どういったご相談ですか？はい、実は足の小指の付け根がですね、赤く腫れ上がってしまって、1週間ぐらい前から痒くてしょうがないんですけど、大丈夫でしょうか？はい、ご心配ありません。それは霜焼けです。心配ありません。お大事に。あ、でも先生、もしもし、はい、もしもし、どうやったら治るんでしょうか？霜焼けは温めることが一番ですね。血行を良くしてやることですね。お大事に。はい、あ、もしもし、はい、先生、でも実はですね、今とっても心配でですね、胃の薬飲んでるんですよ。で、副作用の心配なんかないでしょうか？ありません。お大事に。もしもし、もしもし、先生、もしもし。はい。ですけどもね、今実は子供作らないようにしてるんですよね。私もとっても辛くてですね、子供に伝説は失敗だっていう、あれもあるんですけども、そういうことは大丈夫、子供には遺伝しないでしょうか？遺伝しません。お大事に。もしもし、もしもし。はい。もしもし、先生、でも実はですね、今私今精神的にとっても不安定なんですよね。主人がなんだか他に女をこしらえたとか、なんだかここ何だか何だか言って帰ってこないとか、毎晩不眠症っていうか眠れないようなことも続いてるんですけども、そういうのは先生どうしたらよろしいでしょうか？心配ありません。お大事に。もしもし、先生。ですからね、私なんて先生。ありません。お大事に。ですからね、塾の成績が下がってるんですよ。ありません。お大事に。ある